はい、今日もミノクリチャンネルご視聴いただきましてありがとうございます。今日はですね、スノーピークヘッドクォーターズキャンプフィールドに、雪中キャンプに、来ております。もう昼間も風結構強くて、雪もずっと降ってる状態なんですけれども、今日は薪ストーブ今焚いてますが、これから薪ストーブを消して、そして、だからほぼ外気温と同じ状況で寝てみようと思います。今現在なんですけれども、幕内が24度あります。そして外気温はマイナス 0.9 度、幕内が24度ということで、今は暑いんですが、これストーブを消しますと、外気温とほぼ同じような、温度になると思います。いつものように、いつもはモンベルのダウンハガー 800EXP ロング、これも最強のダウンの寝袋シュラフを使っているんですけど、今日はですね、この間購入しましたモンベルの化繊のですね寝袋で、寝てみたいと思います。快適温度確かマイナス9度ですから、データ的には OK なはずなんですが、いつものダウンハガーと同じように半袖短パンで寝てみたいと思います。ちなみにスノーピークの、コットハイテンションに、キャプテンスタックのエヴァフォーム、これを引いております。その上に寝袋です。実際に、こうやって入ってみますと、ダウンハガーとなんかね、家で入った時よりなんとなくあったかく感じます。ダウンハガーとそんな遜色ない感じ、ダウンハガーもっと実際はこれよりあったかいんでしょうけど、このアルパインバローバッグ、こちらめちゃめちゃあったかいです。
おはようございます。4時25分。外気温 0.4 度、室温 5.1 度。めちゃめちゃ快適です。アルパインバローバッグ、めちゃめちゃ暑い。靴下履いてるんですけど、脱ぎたいぐらい暑い。ということで、アルパインバローバッグもめちゃめちゃ快適でした。0度まで、あのあと気温下がったね。よし、じゃあちょっとこの後も快適に寝ます。2度目。おはようございます。外気温がマイナス 0.6 度、室内が 3.6 度です。マイナス 0.6 度、 3.6 度、室内、アルパインバローバッグ無事快適に寝れました。さっき2度目、もうね、あのこの壁、もうここ雪なんですよ、ここまで雪なんですよ今。だから雪の面とくっついているんで、ちょっと冷たいかなっていう感じで、まあ T シャツ短パンなんでね、ちょっと冷たいかなって思う感じで。さあ、ということで、モンベルのアルパインバローバッグナンバーゼロ、こちらも T シャツ短パンで快適に寝ることができました。靴下が暑かったかなっていう感じですね。快適です。素晴らしい、コストパフォーマンス素晴らしい。ということで、今日もご視聴いただきましてありがとうございました。よかったらグッドボタン、そしてチャンネル登録もお願いします。そして、こういう、キャンプ道具のギアの詳細は概要欄に、詳しく載っておりますので、そちらをチェックしてください。今日もご視聴ありがとうございました。さあみんな、ミノクリじゃんけんの時間だよ。いくよ、せーの、最初はミノクリじゃんけん、ほい。今日もご視聴いただきましてありがとうございました。ピースアウト、バイバイ。ミノクリチャンネル。おお、あったまげったら、あれやってみような。チャンネル登録してくれよな。チャンネル登録してね。ミノクリチャンネル。